はいどうも、ハルです。今回紹介するのは、じゃん、ファミリーマートで今日から発売、そうです、今日から発売の妖怪ウォッチコラボ肉まん、イエイ。肉まんか、肉まんだ、わかんないけどね。最近はね、もう妖怪ウォッチはちょっと興味なくなってきたから。さすがにね。うん、でも昔はね、盛り上がったよね。盛り上がった、もう妖怪ブーム、妖怪ブーム、ね、今でも人気あるのかな。ちょっとだけあるじゃない。ゲームの方は 3DS のはまだ人気あるよね、きっとね。あー、はいはい、あれは面白いもんね。これさ、トムヤンの目はまださ、普通にこうやってなんていうの、横から見ても全然違和感ないけど、こっちさ、ひどくない？西川清じゃん、もうジバジャンの目がすごいことになってるね。飛び出てるよね、これは ね、なんかすごいデメキンみたいじゃない。怖い。でね、僕今日ね、足怪我しちゃったんですよ。見せた方がいいか。じゃん。あららららら、あらららら、どうしたんですか。体育の時間に高跳びをしていて、さあどこでひねったでしょう。踏み切り。あー違うんだよ、着地なんだよ。ダサい。着地でグキッといったから。そう、思いっきりダサかったし、あれは。でも骨折れてなくてよかったね。そうなんですよ。で、今日はあれでしょ、初めてそういう整形外科に行って。初めて行った。で、今までレントゲン撮ったことないから。撮ったことなかったんですよ。そういう時のレントゲンがどんなものか知らなかったんで、ね、そうそう、初体験でね、痛くないですかって聞いちゃったんでしょ。もう初めてのレントゲンがすんげえでかい機械にさ、さらにさ、そのままじっとしててねって言われると、もうなんか動きたくなるじゃないですか。しかもなんかさ、ウィーンってくるんですよ、こっち、ウィーンって。でさ、さらにさ、自分の寝てるベッドもウィーンって動くんだよ、横に。だからやばい、俺殺されるかもって思って。軽い捻挫でよかったですね。はい、さあこちらの何番だ？まんじゅう、おまんじゅう食べてみましょうか。食べてみましょう。じゃあ何味なの？こっちでカレーだと思う。カレー、カレー、カレーで唐辛子。唐辛子、ジバニャン唐辛子か。どっちから行ってみる？ジバニャンの方から。ジバニャンから行きますか。目玉がやばい方から。じゃあいただきます。おつです。優しいから、後ろから。あら。あら、かわいい。あら、何まんでした？チョコ。チョコでしたね。けどね、ああいうビターチョコ、なんていうの、ビターチョコとかじゃなくて、チョコエッグのチョコみたいな。ああ、なるほど。どっかで食べることある味だなと思った。あんまり苦いチョコじゃないですね。うん。お子様でもあるし。あれ？これ、プニプニの商品ですね。そうだね。ああ、もう久しくやってない、プニプニ。全然やってない、もう。確かに、プニみたいだね。トムニャンですか、これは。トムニャン、声がすんげえやばい。あんまり好きじゃないんだよね、トムニャン。で、なんかすんげえ声すんだよね。本当にこれは猫妖怪の部類に入っていいのかというくらいすごい声でございます。そうですか。いただきます。はい、こっちは何味でしょうか。ハルト君の予想は当たるか。あら、肉まん。これは普通の塩肉まんでしたね。ひねりがない。普通に両方とも美味しい感じですかね。美味しいよね。両方とも値段は180何円かだったかな。キャラクター代だけちょっとお高めって感じですけどね。キャラクター代。ハルトはトムニャンの方が美味しい。トムニャン派。うん、やっぱね、ジバニャンはね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、あったかいチョコなんて普段食べないから。そうだよね、あんま分かんない感じ、うん、ございました。はい、今日はファミリーマートの妖怪ウォッチコラボ肉まんを紹介しました。では、それではまた見てね。